はい、皆さんこんにちは、ワナリグルグジです。では今回は、デートキのキックアンスリーパークキット、セガサタン版マリアナ沖海戦、続きをプレイしていきたいと思います。大空母部隊を率いて、マリアナ諸島近海に出現したアメリカ軍を迎撃するためにですね、帝国軍も、空母部隊を再編成して迎撃に当たっているんですが、アメリカ軍の最新鋭戦闘機、ヘルキャットだったり、あるいは VT 進化の前にことごとく、空母艦載機がやられているという状態です。なので、一度空母部隊は、最寄りの基地に撤収、退避してですね、そこで艦隊の再編と艦載機の補充、これを行います。で、その間の敵の迎撃に関しては、サイパン、グアム、トラック、ペリー、この4つの基地航空隊で、なんとかね、敵を足止めしようという作戦になります。では早速、時間を進めていきましょう。サイパンに関してはですね、敵の航空機による爆撃、空襲、これ間断なく受けていて苦しい状態なので、守備隊で、つどつど増やしてるんですけども、追いつかないという状態ですね。まあ、なんとか、これ増やしていきましょう。第4艦隊が空母4、巡洋艦4、駆逐艦13、輸送船13を発見してますね。まあ、残念ながら、第4艦隊も、航空戦力というものを持っていませんので、まあ、指を加えて見ているしか、ちょっとなさそうですね。トラックの基地航空隊も敵艦隊発見してます。まあ、ここちょっと一か八かというタイミングですけども、思い切って攻撃仕掛けてみたいと思います。航空機を著しく消耗する、まあ、その可能性もあると思うんですけども、まあ、トラックの基地航空隊は増強、増強、増強ということで、現在224機まで膨れ上がってますので、まあ、これで空撃をかけていきたいと思います。まあ、石切り港なんかで橋の長いものを中心に置いてあるというのも、まあ、強みになっているかなと思います。雷装できるものは全て雷装にしていきましょう。これで出撃します。なんとかね、空母部隊を撃破してもらいたいなと思います。224という編成数なので、4部隊に分けて出撃としたいと思います。サイパンがですね、度重なる敵の空襲によって、かなり苦しいことになってるので、これ以上敵艦隊をサイパンに近づけたくないですよね。直縁機17という数、こちら。その10倍以上、224機でトラックの航空隊出撃です。タイミングがいいとね、こういう形で敵の直縁が、まあ、少なかったりするっていうことがあるので、こういう今日つく奇襲攻撃がね、決まると、劣勢の戦いも少しね、状況変わってくるかなと思います。敵ですが、空母。4空母ですね。よって直縁機が4ユニット上がっているという状態だと思います。これ一目にかかりましょう。まあ、これはもう敵の空母に襲いかかるということでいいかなと思います。一直線敵に向かっていっちゃいます。敵の直縁を排除したら空母に攻撃仕掛けていきましょう。敵空母、ワスプですね。このワスプを撃沈しておければ、またね、敵の正規空母一つ、一隻撃沈と。いう展開に持っていけますので、まあ、ワスプを狙い撃ちしていきます。敵空母、ワスプ撃沈です。そしたら、もう、護衛艦のね、巡洋艦を無視して残っている空母に向かっていきましょう。サイパンが本当に敵の空襲で、みるみる守備隊が削られてるんですよね。まあ、なんとか増強でかけているところなんですけど、ちょっと間に合うかどうか、南雲さんの手腕に期待したいと思います。さあ、大砲、昇格、随格。まあ、それに戦艦、ヤマト、武蔵、春菜という、まあ、虎の子主力部隊なんですけども、まあ、敵の艦隊と砲撃戦ができる場所まで
進出することできましたので、まあ、本来だったらね、もう直縁期がほとんどいないこの大鵬昇格随格は逃がしたいんですけども、大和武蔵の火力はどうしても必要なので出撃します。大和武蔵で敵を葬り去りたい。まあそういう局面ですよね。敵の直縁期4、これだったら戦えるかな。敵の空母ラングレー、これ撃沈してます。あとは、ヘルキャットですね。これを削っておけば、この艦隊は無力化できるかなというところまで持ってきましたね。はい。敵の部隊壊滅させました。陸戦隊をも含む輸送船も全部撃破、撃滅、撃沈、することができたので、まあこれサイパンがね、少しは、延命できるかなというふうに思っています。アメリカ軍第5艦隊、これ壊滅させています。ここにはね、空母、SX がいたんですけども、その SX も含めて3空母すべて撃沈済みというステータスに変更になります。で、今夜の22時という時間帯なんですけども、アメリカ軍はもう夜間の航空隊飛ばしてくる力ありますね。夜の22時ですけども、航空隊飛ばしてきてます。まあ、ここでまた守備隊がね、削られてしまうので、なんとか早く周辺の空母を排除したいというふうに思います。ではトラックですね。再び200機以上の航空隊を引き連れて、出撃していきたいと思います。まあ、先ほど、ワスプがいた艦隊だと思います。これをね、再び攻撃を仕掛けていきましょう。今回も4部隊に分けて出撃します。まあ、直縁の数前回少なかった分、今回42と、まあ、前回より少し多いかなというのがアメリカ軍の艦隊の陣容です。では、トラックと航空隊出撃です。ペリリューに式立港の配備がまだまだ数が足りていないので、トラックで頑張ってもらうしかないんですよね。敵ですが、ここに空母が2つ、2隻かな、確認できましたね。はい。これ、仕留めにかかりましょう。まずは、直進していきまーす。がっつり前に進んでいきましょう、ね。正規空母、バンガーヒル。これ、捕捉しました。撃沈にかかりましょう。残念ながら、バンガーヒル、仕留め損ないましたね。まあ、連動が下がっている分、まあ、魚雷なり爆弾なりの命中率。これが少しね、落ちたことが仕留めきれなかった最大の理由だと思います。まあ、ここはね、まあ、致し方なしというところあるので、数で勝負していきましょう。はい。大和武蔵のいる艦隊ですが、敵の航空隊、これに捕捉されてます。なんとか空母だけでも逃がしたいところかなと思ってます。まあ、航空隊を犠牲にしましたが、なんとか空母を、空母、艦隊は守ることができました。苦しい戦いですね。さあ、グアムの基地航空隊もですね、トラックの部隊と、こうして、バンガヒルのいる空母を攻撃したいんですが、どうしても数がね、やっぱりちょっと揃いきらないっていうところはありますね。まあ、それでも、ここはもう、死の後の、言ってられる、まあそういう局面でもないので、もう思い切って出撃をしていきましょう。全出撃でいきまーす。77機。ユニットは1ユニットでいきましょう。いや、2ユニットかな。2でいきましょう、2で。直縁の数が11。うん。だいぶ、このアメリカ軍の艦隊に関しては、航空兵力を消耗してますね。ここで一気に敵空母、撃沈と狙っていきます。バンガーヒルはですね、もう瀕死の状態に追い込んでますね。敵の直縁は確実にいると思うので、どっかで遭遇戦になると思います。バンガーヒル、撃沈です。さあ、もう一個の空母も正面にかかりたいですね。あくまでも狙いは空母にしたいので、敵の空母の方向へと
舵を切っていきましょう。さあ、敵の直撃ですね。これ攻撃して、なんとか無力化しておきましょう。はい、航空対象もしましたが、バンガイヒルは撃沈してます。さあ、続いてですね、第4艦隊なんですけども、アメリカ軍の空母、艦載機150機、160機ですかね。これに攻撃を受けます。戦艦、ヤマト武蔵、ハルド。この辺り逃げ切れるかというところですね。ここ逃げ切ってくれるとね、ちょっと戦いがまだ継続できるかなと思うんですけど、武蔵やヤマトがもし撃沈されるようなことがあるとちょっと苦しくなりそうですね。特設空母、3空母はすべて撃沈されてしまいました。あとはヤマト、武蔵が逃げ切れるかどうかですね、今ね。敵の攻撃を集中攻撃受けてるので、なんとか逃げ切りましょう。はい。特設空母、3空母失いました。戦艦は健在です。この第2艦隊はまだ空母の艦載機敵かなり多そうですね。これ、なんとか排除していかないと、苦しい戦いが続くかなっていう感じがするので、なんとかヤマト、武蔵の攻撃戦に持ち込みたいと思います。さあ、では先ほどの復讐戦ですね。今回は戦艦ヤマト、武蔵。これ、特攻をかけましょう。敵の空母4。夜間で直撃機はいません。ここ仕留める絶好の好機ですね。さあ、敵の位置から確認します。ここにいますね。これ何が何でも仕留めにかかります。まずは、プリンストン。これ撃沈してます。この調子でどんどん敵の空母を狙い撃ちしていきましょう。ここには空母エンタープライズがいましたね。さらにレキシントン、これを撃沈。いや、これもう委任してる状態なんですけど、見てるだけでどんどん敵狙ってくれるんで、いや、ここの夜間の攻撃戦に持ち込めたのは本当に大きいですね。まあ、被害が出たとしてもここは敵の空母を集中的に狙っていきましょう。エンタープライズ撃沈です。はい、敵の空母、3空母ですね、撃沈して、まあ、この第4艦隊もほぼ無力化できたんじゃないかと思います。なんとかこの第4艦隊排除できたことによってサイパンが守れる可能性が出てきましたね。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。なんとかサイパンを阻止しましょう。